いやすごい恥ずかしくて、ただ早送りするシーンがありました。テニスをしてるシーンがあるんですけど、普段手に球技は全く苦手なのと、そういう可愛らしい動きが自分で見るのが恥ずかしいので、すごい早送りしました。はい、クラシックバレエをしてるシーンとか、あとはさっきみたいなテニスだとか、大人っぽい面はOL の、ごめんなさい、OL の服装をしてるんですけど、そこからちょっとセクシーな表情を見せたりだとか、そんなシーンがあります。初めての動画撮影だったんで、すごい結構恥ずかしかったんですけど、徐々に慣れてきたのはあったんですけど、結構野田さんが横で見てることが多くて、それが結構ちょっと恥ずかしいとか嫌で。野田さんはアリサさんのどこが魅力だとおっしゃってますか？いや、最初はおっぱいって言ってたはずなんですけど、急にいつ頃かお尻になってて、なんかパッケージもなんかお尻がこう見えてるんですけど、どうなんですかね、お尻なんですか？はい、いろいろあるんですけど、例えばの話、これなんかはちゃんと上着てるんですよ。着てるんだけど、わざわざ水濡らして着てない感を出して、これなんかもそう、本来ならばビキニの水着って上を出すんだけど、あえて下を出したとかね、まだ恥ずかしがるところがあるんで、それをいかにして恥ずかしがらないようにするかということ。で、基本的にはお尻向けろとかね、また開けないとか、そういうこと、極端な話をしてた。それでも映ってないですけどね、その時嫌な顔するんで、ただ僕的におすすめはこれ、お風呂のシーンがあるんですけど、バスタブか、ここが一番美味しいなっていう、そういう感じですね。デビューのきっかけは何なんですか？デビューのきっかけは野田さんに、スカウトされたような形です。はい、ご飯食べている時に野田さんが多分仕事の打ち合わせとかでいらっしゃったんだと思うんですけど、カフェに、それでスカウトされました。はい、今後の目標はすごく今バラエティの出させていただくことが何回かあるんですけど、すごく自分楽しいなって思えてるので、いろんな番組出せていただけて、皆さんに知ってもらって、面白いグラビアアイドルが出てきたなと思ってもらえたらいいなと思います。アリサです。ミルキーグラマーアリサ発売しました。見てね。